うわめちゃくちゃ気持ちいい今日。やべえ、わ最高じゃん。Alright, キャノンデール、おい、オンバッドボーイ、トゥリーに乗って、スターバックス、名古屋グローバルゲート店へ行く。チャラ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 。ドッカン、ああ振動、赤信号、合気雲、ケムトレイル最高、ああ振動。私がやってまいりました、タクヤオンラインでございます。本日は2022年の10月の11日火曜日、アフタータイクの日でございます。いやー天気がめちゃよろしい、めっちゃいい、ほんと最高。どこまでも走っていきたい気分だけど、今日は、以前行ったことがある、名古屋のその名駅のね、西川笹島か、笹島って言った方が良かったのかな、ちょっとそこ取っとく。笹島グローバルゲート10へチャラチャラ。まあいつもはですよ、家から10キロ15キロ20キロと、離れたスターバックスに行くという、あ、スターバックスで撮ってない気がする。スターバックス、この動画はですね、スターバックスに向かうということだけが決まっていてですね、そのスターバックスに向かう道すがら、皆さんと一緒にこの名古屋一緒に探訪していこうという動画でございます。そう、まあとにかくね、名古屋に生まれ育ってますが、こう自転車で走ってみると意外とまだまだ見たことのない名古屋のこの風景や表情がねたくさんございますと、まあ、それを皆さんと一緒に共有して楽しんでいけたらなという、自転車ポタリング動画でございます。今回は特にゆるっと行こうと思ってます。最初だけね、最初だけどうしても勢いつけますが、まあ、基本的にゆるっとポタッと行こうかなと。最近軽く鉄オタ気味なんですよ。じゃん、僕のカメラは、あ、汚くなっている。この橋結構いいね。あっちは金山駅です。いいですね、映ってるといいな。この感じ、これね、こっちが運河でこう、はい、頭上注意。もう一回戻るやつ取ろうか。高さ注意、頭上も注意。めっちゃ注意しなあかんね。うい、おー、いやいや、どっちが良かったか、これまたちょっとくぐろうか。くぐっちゃったりなんかしちゃったりして、いい雰囲気じゃないこれ。線路の下だよ、しかもこんなに近い。もういいね、名鉄。こうくぐるだけくぐってまた元に戻りますけど、うん、でもこうくぐりたくなっちゃうんだよね。これ 1.7 メートルだけど、また戻ります。ちょっと鏡気味で。 JR、 ちょっとまたくぐります。 OK、 くぐってみよう。ほら、なんかよくない、あ、ほら、おい、なんかよくないこれ。くぐってまた戻るけど、え、車来てる。はい、ここ制限行って、もう一回くぐります。なんかよくないこれ。なんかさ、もう線路こう目の前、これどこに向かってるかっていうとですね、名古屋駅です。いつもだったらさ、こういちいちこうくぐったりとかしないんだけど、これね、くぐって、これ、おお、1.9 メートル。ちょっとでも桁に注意。ほら、これ桁2のさ、この2をなぜあそこちっちゃくしたんだろうとかさ、桁注意が一番言いたいから。でも文法は間違えたくないから2は入れとこうみたいな。よくわかんない。
ほら名前あるんだよ。これ中央本線金山山王館甲東出可動橋、可動橋っていうんだねこれね。あ、こんなん書いたな。これ手書きだよ。だって甲東出可動橋、乙東出可動橋、乙。うわ何これ、俺これ初めてかな。通ったことあったっけな。初めてかも。この危ない危ない低いよ低いよ。可動橋、まず可動橋っていうね、架け橋。あ、こういうパネルもねちゃんと読んだことないね。よく考えたら乙東出可動橋、1958年の9月から1959年の3月で作ったらしい。松下源造さんが、あー清水建設なんだ。いいですね、この名鉄山王駅のこの感じ。いい、見えないね。けったいな壁画が。タラタタタラ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 タタタラタラタタラ。きっと宇宙なんだろうなタイトル。やっぱ宇宙だった。やっぱ宇宙だった。名前を改めて。これですね。向こうの橋。ほら。いいっしょ、なんか。なんかいいのここ。うん、ね、はい、ソニーの VZE10 で撮ります。うん、よし。こいつも今日多分風強いから、あー倒れないで、倒れんなよ、頑張れ。あー、よし、とにかくどれかがサムネになります。あ、ミュースカイだね。ニュースカイです。ニュースカイじゃなかった、青波線だった。はいはい、この時点でね、この動画面白いなって、なんかちょっとこれからもお付き合いしていこうかなって思ってる方がいましたらですね、ぜひともぜひともチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。はい、まあとにかくこのような動画ですので、楽しくやっていきましょう。コミュニケーションも取れるといいなと思ってます。コメントもよろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。はい、今からですねコーヒー飲みに行きます。さガバッ、スターバックス名古屋グローバルゲート店へ到着。さて、ここ入れたっけ。あ、入れた。スターバックス名古屋グローバルゲッテン、ごちそうさまさ。いやいやいや、ゆるくいかんとかんね。お、青波線です。青波線の昭和5年6月竣工って書いてある。ここの橋自体昭和5年で、京都鉄道が米国から輸入し京都の保津川に
仮設した鉄道橋でしたが、その後昭和5年1930年にこの橋もともと京都にあったやつを持ってきたらしいですね。アメリカ輸入物なんだ、買わされたんだかな。なるほど、アメリカから京都、京都から名古屋、しかもここね。不思議な感覚でさね。くぅ、欲しい。かわいい、すごい。ちっちゃい駅、米の駅です。ここ多分入っちゃダメなんじゃない。こんなんさ、いいじゃん、普段踏切道、米の第1号、止まり聞き見て通れ。上からだな、かなり。ちょっと俺だけの踏切感あるんじゃない、これ。勝手に入っていいのか知んないけど、この踏切を渡っても行き止まりです。ああ、高島ライブには行ちゃん、すげえシンプルじゃない。なんだろう、あれ、スポンサーついてないの今日。なんかいろいろ諦めてモスバーガーに行くことにしました。ごちそうさまです。これこのままでいい？久山大通り南店、ごちそうさまさ。いいテクオンラインキャノンデールバッグボーイ3に乗ってスターバックスへ行く。楽しんでもらえていますでしょうか。もし今後もね、お付き合いいただける方はチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。そしてコメント、いいねボタン、もろもろよろしくお願い申し上げます。おっちゅです。